鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスとトリサルモンが送るエルピス第5話ドラマ考察スタートします。第5話、主人公が拓郎に変わったなという回でしたよね。本当にね、今回拓郎の進化を見せつけられたなという非常に面白い回でした。めちゃめちゃかっこよかったもんね。本当、ということでね、そんな第5話考察を今からお伝えしていきましょう。まずはドラマの紹介をしておきましょう。エルピス、フジテレビ月曜夜22時からスタートの社会派ミステリードラマです。みんなでドラマを見て、僕たちがやっている直後感想会を楽しみつつ、一緒にドラマ考察をして盛り上がりましょう。それでは早速本日の考察をお伝えしていきましょう。ということで今回は次の順でお伝えしようと思います。はい、まずはこちら。はい、明らかになった事実をね、まず伝えていきましょう。そして次にこちら。はい、新たに出現した謎と考察点についてです。そして最後に真犯人であろう髪の長いスラッとした男についての謎をね、今回解き明かしたいと思っています。はい、ではまずは明らかになった事実から伝えていきます。はい、最初、さくらが自殺を図った。はい、薬と酒による精神錯乱で3階の部屋から飛び降りたということでした。こちらね、前回のラストで一体誰が飛び降りたんだということで謎になってましたよね。まあ、それがさくらだったということなんですけど、その後浅川が病室を訪れた時にさくらが拓郎を脅して、そこから全てが始まったことに対してさくらはね、後悔をしていましたね。結果として松本死刑囚の再審請求の棄却につながったとさくらが思っているからなんですが、特殊映像が原因で再審が棄却されたのであればですよ、冤罪の可能性がより高くなったということなんじゃないかと思ったんですよね。だからある意味さくらが動いたことで冤罪が確定的になったということだと思いますから、行動して良かったんじゃないかなというふうに思いました。確かに。そしてドラマの方向性自体も松本の罪は冤罪という方向に進んでいるように見えますよね。どういった圧力があって棄却されることになったのか、説明されるかどうかわからないんですけど、注目したいと思います。はい、では次にこちら。はい、八頭尾山殺人事件の特集が終わらされてしまった。理由も告げられないまま殺人事件の特集終わらされてしまいましたよね。そして浅川は何も言わずにそれを受け入れてしまいました。視聴率もね、1回目の放送よりも高かったにもかかわらず終わらされてしまったということで、拓郎が怪しんでましたよね。はい、圧力があって終わらされたんじゃないかというふうにね。このことから僕が1話から言ってるように、八頭尾山殺人事件はただの殺人事件ではなくて、権力の介入によってねじ曲げられた事件であることがほぼ確定したということだと思いました。それでは3つ目、こちら。西沢の息子の友達経由で西沢の元妻に連絡を取ることができました。拓郎は西沢のことを聞き込みするうちに、西沢の息子健太とのつながりを持つ健太の親友の不良少年と出会うことができましたね。よくたどり着いたのね。これはもうすごいですよ、本当。そしてね、拓郎は苦労の末健太の親友経由でなんとか西沢の元妻と接触することができました。で、2話の考察動画で僕は拓郎の前でだけ浅川がカレーが食べれるという分に注目してたんですけど、はい、その時拓郎はいろんな意味で人の懐に飛び込むことがうまいので、それが今後の活動で役に立つ時が来るのではないかっていうことをね、伝えてたんですよ。まさに5話にて拓郎のこの武器が生かされたように思いました。確かにすごい。そして西沢の息子の同窓生の飲み会にうまい具合に潜入できたのが、このやっぱり相手を警戒させない拓郎のキャラクターがあってのことだと思いました。そしてね、バットを持つ多数の不良に囲まれながらも必要な情報を引き出すためにしっかりと交渉して、西沢の息子と元妻まで LINE をつなげましたね。お見事。この場面ではいい意味で空気感を読まないね、ツッコミ方で証言者まで拓郎がね、たどり着くことができたと、そういうふうに僕には見えました。はい、こうした動きが見られたことで5話では拓郎の人物像が大きく変わった回になったと思いました。拓郎は、1話ではヘタレキャラとしてスタートしましたね。
ママから離れることができずに浅川の後ろについて回るだけの存在として描かれていました。僕も当初は拓郎と浅川のダブル主演だけども、拓郎はこの浅川のオプションのような役回りだろうと考えていたんです、うんうん、しかし5話ではママからの離脱をやってのけて真実に果敢に食らいつく根性と強さを見せてきましたね。八頭尾山殺人事件の調査を通じてまさに子供から大人のこう男へと成長した姿が描かれたように僕は思いました、はい、4話から5話にかけてのこれらの拓郎の変容によって拓郎は浅川を食ってしまうほどのメインの主役になったと僕は思いました。確かに5話では拓郎が主役のようになっていますが、今後浅川が再び拓郎を食うほどの変化を見せてくるのか楽しみにしたいと思います。では次、よいしょ、はい、どうぞ。バラエティは報道からのクレームには何も言えないということが分かりました、官邸キャップの斎藤に拓郎は八頭尾山の特集が中止になったことを相談しに行きました。すると斎藤曰く、おそらく報道局からクレームが入った可能性があると説明を受けました。検察や警察から報道に圧力がかけられて報道が締め出される嫌がらせを受けるということでした。そのことから官邸や検察、警察から圧力があった場合、締め出されると困る報道局がその要請に従うということでした。斎藤は大門から内々に話をされて報道局に話を通したんじゃないのかなって僕思ったんですよね。そして拓郎が何かを握ってる可能性があることもうっすらと感じ取ったことから、何か掴んだら自分のところに最初に持ってくるようにというふうにね伝えたんだと思いました、はい、そしてこの報道の構造というのはね、現在の報道にも結構リアルに通ずるものがあるみたいなんですよ。ほうほう。でこれね、現実の話になるらしいんですけど、ドラマの解説をしている記事の情報によるとですよ、もともと大手メディアの扱う政府関係の情報は官庁や省庁の広報や記者クラブというシステムから情報がマスコミに渡ってニュースになるというような流れがあるらしいんですね。つまり国家の力によってその情報を提供してもらえないと自分の会社だけがニュースを流せないということになるようなんですよ。でこの構造非常に問題で、圧力をかけられたら政府寄りの情報を流さざるを得ないマスコミ業界の問題が散りばめられていると言えるのではないかと思いました、はい、それが国家規模の事件であればあるほど政府からの情報網から締め出されてしまった場合、マスコミとしては非常に困ったことになってしまいそうですよね。うん、報道とは真実を伝えて情報を正しく理解するためにあると、まあ僕は個人的に思うんですけど、まあしかしもし現在の情報の流れが大きいところから下流に流されるようなシステムなのであればですよ、はい、ドラマで案に言ってるようにマスコミが流す情報に真実は一体どれだけあるのだろうかと思わされる話だと僕は思いました。うん、ある意味怖いものね。そうなんですよ。例えばですよ、原発の話であったり、そして今世界で流行ってるこの病気の話であったりというところまで、まあ、日広がりかねない話だなと思いました。でエルピスはね、こうした報道の構造の問題点もテーマに掲げていると、そういうふうに思いました。なかなかに深いドラマもね。そう、非常に深いと思いますよ、このドラマね、はい、それでは次、はい、こちら。拓郎は石澤の元妻のインタビューを取ることに成功した。拓郎はコンタクトを取った西澤の元妻にインタビューを取りました。その結果、元妻は西澤が殺人事件当日家で酒を飲んで寝ており、八頭尾山で松本を見ることはできないと証言をしました、はい、このことは子供たちもその場にいたので間違いないと、そういうことです、うん、そして西澤の口座には浅部商事という正体不明の会社から毎月30万が振り込まれていたという事実も明らかになりましたね、はい、これらのことによって西澤は金を受け取り、松本の目撃証言をでっち上げたということがはっきりと確認できました。西澤の背後に浅部商事という謎の会社が存在していることが判明したんですが、浅部商事を追うことで事件の背後関係がこれからね判明してくると思います、はい、でこの件は新たに発生した謎の部分で触れたいと思いますのでお待ちください。はい、頼む。では次、次、浅川の左手の薬指に指輪がはめられていた。プラネタリウムにて斎藤と一緒に時を過ごす浅川の薬指にダイヤの指輪がはめられていました。
この指は斉藤からのプレゼントだと思いますよね、うんうん、よって斉藤と浅川はよりを戻したということになるのでしょうね。おそらくね、うん、そしてそれと同時に指にはめられた一見美しく見えるダイヤは斉藤から浅川への監視と行動制限のようにも見えてね、非常に危険な光に僕には見えました。うん、そして5話では先ほども述べましたが拓郎が浅川を食ってしまうほどの存在になってきています。しかし4話から5話にかけての浅川は斉藤に呪縛を与えられた状況ですよね。その状況の浅川では今後拓郎の存在感には到底勝てないと思います。はい、ということで、今の浅川のポジションは主役でありながら輝きがなくなってしまった存在として描かれているんじゃないかと思うんですよ。なんかもう対比もよね。そうなんですね、うん、そう思うとですよ、このシーンで見られたこの一見ね静かで穏やかに眠る斉藤と浅川2人の寝顔、そして指に光るダイヤの輝きは主役として沈んでしまって輝きを失ってしまった浅川というキャラクターとの対比にもそういう風にも見えました。どうでしょうね、うん、指に光るダイヤの輝きは偽物の輝きにも見えますよね。6話以降浅川は斉藤の呪縛から解き放たれる時が来るのかを期待したいと思います。はい、では次はこちら。滝川も冤罪事件に興味を持ち始めていた。滝川に呼び出された浅川は八頭尾山殺人事件について聞いてきました。滝川の話によりますと2018年版の事件の捜査チームがすごい勢いで縮小されているということでした。滝川はこれらの動きを見るに浅川たちが言うように松本の冤罪がでっち上げられ誰かを守るために大きな力が動いている可能性があるというふうに話してましたよね、はい、そして滝川は政治家の大門に気に入られている斉藤の動きも気にしていました。滝川は犯人なのではないかという感想ありましたよね、覚えてますか、はい、うん、今回の動きを見ると滝川も事件を追う側になりそうです、うん、報道の滝川までもが冤罪事件に興味を持ち始めたということはですよ、報道局も冤罪事件の調査を始めるという伏線なのではないかと僕は思いました。なるほどね。そうなってくると大門とのパイプになっている斉藤が局を取るのかそれとも大門を取るのかというような図式にもなってきそうじゃないかなと思いました。滝川がどういう動きを見せるのか報道局はどうするのか、この点に注目していきたいなと思いました。では次の画像はこちら。拓郎は西沢の元妻の証言映像をゲリラ放送しようとした。拓郎は西沢の元妻から撮った証言映像をゲリラ放送しようとしました。しかしその動きを村井に悟られ阻止されてしまいました。浅川と村井は拓郎の撮った証言映像を高く評価していました。浅川に至ってはその映像を口を開けて見ている姿が印象的でした。拓郎の快進撃が村井と浅川に強烈に響いたと感じるシーンでした。次回6話予告では村井も火がつくというふうにありましたので、村井が本格的に浅川と拓郎の味方になることが期待できそうです。これは強い味方になるんじゃないもんか。うん、楽しみです、うん、それでは次に新たに出現した謎と考察点についてお伝えしましょう。それがこちら。浅部昭二の謎。西沢の元妻から得ることができた証言のでっち上げに関する情報の中に、西沢に30万円を毎月送ってくる謎の会社浅部昭二の存在が明らかになりました。一体この会社の背後には誰がいるのでしょうかということなんですが、西沢を追いかけることで5話では謎の組織浅部昭二がね姿を現しました。このことによって事件の大枠が見え始めたので考えてみたいと思いました。はい、では画像がこちら。浅部昭二の背後関係を考えてみました、うん、浅部昭二は架空の会社であると西沢の元妻は考察していました。おそらく西沢に金を渡すためだけの存在ね、存在で、でこれ多分会社としてすら存在してないんじゃないかと僕は思ってるんですよね、うんうん、浅部昭二の背後にいるのが誰なのか、それは次の可能性があるかなと思ったんですね。
でまず1つ目、警察が関わっている可能性、そして2つ目、大門が関わっている可能性と、まあ、以上この2つの可能性が考えられるんじゃないかなというふうに思いました、はい、まず警察が関わっている可能性なんですけど、4話考察の際に西澤は警察に裏取引を持ちかけられて証言をでっち上げているのではないかということを僕はね伝えてたんですよ、うん、しかし5話で元妻の証言によって浅部昌司から金を受け取っていたという事実が判明して、警察から裏取引を持ちかけられた可能性はまあなくなったんですね、はい、それでは警察が浅部昌司を介して金を渡して嘘の証言をさせたというラインはどうかと考えてみたんですよ。金の受け渡しの証拠も残ってしまいますよね、うんうん、そして発覚のリスクが生じることを考えるとその可能性は非常に低いなと思いました。確かに。となりますと濃厚なのは大門が関わっている可能性の方が高いんじゃないかなというふうに思いました。おそらくは大門の関係者が浅部昌司という架空の会社名を名乗って西澤にお金を流していた可能性が高いんじゃないかなと僕は思いました。もしそうした動きを大門がしていたとなればですよ、嘘の証言をした理由があるはずなんですね、うん、それは西澤の証言が出てくるまで世間と警察が注目をしていた髪の長いスラッとした男の存在をかき消すためと考えるのが自然じゃないかなと思ったんですね、はい、そう考えますと必然的に八頭尾山殺人事件の犯人はロン毛スラッと男になると考えられると僕は想像します。ということで最後にこのロン毛スラッと男についてもう少し深掘りしようと思います。はい、では次の画像こちら、はい、髪の長いスラッとした男の考察をしていきましょう。それでは髪の長いスラッとした男が一体誰なのかについて考えてみようと思いました。ちなみにここではロン毛の男と呼称していきたいと思います。ロン毛の男が本案件の犯人であることはほぼ間違いがないと思われます。そして大門が逮捕させたくないと思っていることから大門の関係者なのは間違いがないと思います。それではここまでの流れの中で殺人犯ロン毛の男の候補として考えられるのは誰でしょうか、うん、誰だと思います。そんな人いたもんかな。まあコメントにはほら滝川説があったりとかね、うんうん、あとはエビタ天丼説もありましたね。あったもんね、うん、そして怪しさ満点の3話で登場したエイタさんの演じる謎の雑貨店主がいます。 あとはねまだ見ぬ人物の犯人説もあると思います。で今回はねロン毛男謎の雑貨店主説についてね僕は考えたいと思ったんですね。はい、こちら、はい、殺人犯は謎の雑貨店主の可能性があると僕は思いました。さて結論から言うと八頭尾山連続殺人事件の犯人であるロン毛男は謎の雑貨店主だと僕は考察しています。それではなぜそう思うのかを今からお伝えしていきましょう、はい、まず2018年版の八頭尾山殺人事件と2006年版八頭尾山殺人事件は同一犯の可能性が高いと思っています。それは4話にて明かされた2018年版の殺人事件の犯行現場が2006年版八頭尾山殺人事件と同一性が高いからですね。そして担当している神奈川県警の捜査網も急激に縮小させられているという点から考えても2006年版殺人事件と同一犯が犯した事件だからこそ圧力をかけて縮小していると考えています。それでは2018年版八頭尾山殺人事件から事件を見た場合ですよ、はい、そこにヒントが隠されていると考えました。それは一体何なのかをお伝えしましょう。それがこちら、はい、雑貨屋店主は2018年版八頭尾山殺人事件の被害者とも接点があった可能性があると思いました。2018年版八頭尾山殺人事件の被害者中村優香さんは学生でした。そして殺人犯はおそらく中村さんに目をつけて殺害に至ったのではないかと僕は思いました。それではですよ、どこでその接点があったのかそれをお伝えしていきましょう。接点とは謎の雑貨店主の店なのではないかと僕は考えました。店もんか。そうなんですよ。
画像がこちら、はい、うん、謎の雑貨店主は被害者を店から物色していた可能性があったというふうに思っています。結論から言いますと、僕は謎の雑貨店主は店から被害者を物色していた可能性に行き着いたんですね。それではその可能性についてどうしてそう思ったのかをお伝えしていきましょう。初めて謎の雑貨店主が登場したのは第3話覚えてますか、はい、浅川が八飛市ですね、うん、浅川が八飛市に訪れてシャッター商店街に迷い込んだ時でしたよね、うん、その時のシーン見直していて発見したんですが、浅川がなぜシャッター商店街に迷い込んだのか、うん、ところなんですね。実はそのきっかけがあったんですよ、うん、それは元気に走っていく女子中学生らしき集団の後を浅川が追いかけた結果、謎の雑貨店主の店前に行き着いたんですね。あったもんね、そんなシーンね、はい、つまりこのシャッター商店街、学生の通学路上にあるという立地だったことに僕は気がつきました。浅川がこの雑貨店主の店前に行き着いたのは2018年ですよね、うん、つまり2018年当時、浅川があの場所に行った時までは雑貨店は店を開けていたと思います。そう考えた場合、2018年版八頭尾山殺人事件の被害者である中村優香さんもあの雑貨店の前を通っていた可能性があるのではないか、もしくは雑貨店の客として利用した可能性があるのではないかと考えました、うん、そう考えた場合、2018年の殺人犯と被害者の接点はあの雑貨店であったと考えるのが自然だと僕は思ったんですよね。この部分だけでは判断できないんですけど、もしドラマの中で殺人犯と被害者の接点の伏線が貼られていたとするならばですよ、はい、学生の通学路上にある雑貨店だったのではないかなというふうに思ったんですね。なるほど。そう考えた場合、2018年版八頭尾山殺人事件の犯人は雑貨店店主である可能性が非常に高いと僕は思いました。そしてね、それを裏付けるであろうセリフがありました。それは謎の雑貨店店主が浅川に言ったセリフにあったと考えています。そのことを今からねちょっと説明していきましょう。はい、次の画像こちら。雑貨店店主のセリフについて、それでは謎の雑貨店店主が殺人犯であるということを仮定した上で店主のセリフを聞いてほしいんですね、うん、店主はこう言ってました。その話をするなら、僕はまずこの店を閉めなければ。シャッターを下ろして鍵を閉め、この電気を消し、そしてあなたが聞くというなら話をしますよ。このセリフの意味ね、うん、殺人犯が喋っていると仮定して聞くと、ただ話をするだけではないということが伝わってきませんか？めちゃめちゃ怖くないもんか？どういう風に聞こえます？なんかもう、なんだろう、ちょっと嗅ぎつけられて、もしかしたら拉致するんじゃないかっていう。そうなんですよね、うん、どういうことかで言いますと、はい、真実を話してもいいですよ、でもそれを話す場合はシャッターを閉めて電気を消して話しましょう。真実を知ったあなたはその後どうなるか分かりますよね、という意味にしか僕には聞こえないんですね。つまり遠回しに浅川への殺人予告をしていたように思いました。なぜ店を閉めないといけないのか、それは本当のことを言うから、うんうん、なぜシャッターを下ろして鍵をかけないといけないのか、それは外部から人が入ってこれないようにしないといけないから、なぜ電気を消さなければいけないのか、それは真実を知ったあなたにこれ以上見せるものはないから、これ以上生かしておく必要はないから、ということなのだと僕は解釈しました、うん、どうですか？なんかそんな感じはするもんですよね、うん、そしてね、次のセリフもまた意味深に語られていました。およそ物事はそれが語られるにふさわしい椅子を求めるものです。あなたがお知りになりたいものは、言語なんて目の粗い道具だけで救いきれるものではありませんよ。これはつまり謎の雑貨店主が事件のことを知っているということを遠回しに浅川に伝えたのだと思います。事件のことを知っているのは犯人だけですよね、うん、つまり3話に登場した謎の雑貨店主は殺人予告をしつつ本当のことを知っているということを遠回しに言っていたのだと僕は思いました。
ということで、結論として2018年版八頭尾山殺人事件の犯人は謎の雑貨店主だと僕は結論付けました。ということはですよ、はい、2006年版八頭尾山殺人事件の犯人も同時に謎の雑貨店主が犯人ということになると僕は考察します。ロン毛の男の正体は瑛太さん演じる謎の雑貨店主ということになりそうだと思いました。それではね、ロン毛の男とダイモンのつながりは何なのか、これのヒントも実はありました。はい、それは雑貨店跡地にあった張り紙がもしかすると手がかりになるかと思いました。張り紙ですと、はい、雑貨店跡地に残る情報とは、第5話にて拓郎は調査するために八飛市に向かって自転車で走り回りましたね、うん、その際浅川が訪れた謎の雑貨店主の店前にも行きました。その場所にあったのが今お見せしているこの写真の張り紙です、はい、ここにはね、八飛び不動産という不動産屋が物件を管理していることが書かれていました。この八飛び不動産という会社がもしかしてキーになるのではないかと僕思ったんですよ。うん、それは大門が八飛び市出身であるという部分が伏線になりそうだと思ったんですね。お、大門はね、八飛び市出身の可能性があると僕は考えています。次の画像、こちら、はい、まだ情報がないのですが、もし仮に大門が八飛び市出身だとした場合、おそらく地元の名士だと思うんですよ。もしそうだった場合、大門家は地元で複数の会社を経営しているのではないかと僕は思ったんですね。その中の一つに不動産会社があった場合いかがでしょうか。その不動産屋がシャッター商店街の物件を持っていて、その斡旋もしていた場合、謎の雑貨店主とのつながりが出てくるのではないかと思いました。もし仮にそうしたつながりがあった場合、謎の雑貨店主は大門家の血筋の人間である可能性が高くなると思います。おそらく第6話で大門の素性が明かされると思いますので、八飛び市出身なのかを注視しつつ、雑貨店主とのつながりが出てくるのかを確認していきたいと思います。以上、第5話考察についてお伝えしましたが、どうでしたか。いや、なかなか確かにね、このロン毛男、はい、まあ、チラッとしか出てこなかったじゃないですか。そうなんですよ、うん、確かに言われてみて、はい、こうもう一回セリフを聞くと、はい、怪しすぎるもん、怪しいでしょ、うん、そうなんですよ。でしかもね、あそこの雑貨店主が出てくるところで、うん、もうあからさまに女子中学生が走っていったシーン、うん、あれもなんか伏線っぽくないですかと思って。確かに普通にね、あそこを通らなくてもいいシーンを作ろうと思えば作れるもん、ね、はい、作れるんですよ。で、うん、浅川が普通にあそこ通っていけばいいだけの話なんですよ、はい、でもそこにあえて女子中学生が走っているっていうあれを入れた理由、しかもあの閉まったシャッター商店街ね、うん、そうなんですね、うん、だから僕ねずっとね3話を見た時から違和感あったんですよ、あのシーン、うん、で改めて今回見直してみたら、やっぱり被害者女子中学生だしって思って、そこのつながりが非常に気になったんですね。だからそう考えると、やはりあそこから物色していて被害者があそこを取っていったんじゃないかって思うのが、まあやっぱり自然かなって思ったんですよね。ということでね、第6話楽しみにしていきましょう、はい、それではチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。バイバイもー。